D 先輩です。ノクターン。ジェイコだよ、ノクターン。いきなり始まってる。はい。ハード8章で心を折られて、なぜかハード9章をやっている、D 先輩です。ノクターン。挨拶はもういいから。なんで、しかも死にそうだし。9章なら安全地帯がわかってますし、ボスまでたどり着きさえすれば勝てるかなと、そう思っていた時期もありました。あ、こちらでも心折られたのね。やっぱり難しいです。ダメージは悪くないのですが、さすがに HP2 でずっとプレイするのは、心臓に悪いです。残り時間もないしね。それでもなんとか粘っていることを、評価していただけたら嬉しい。あ、確かにね。頑張ってるじゃない。あ、ありがとうございます。このまま倒せちゃったらどうしよう。別にいいじゃない。一応録画はしてるのですが、ここまでがボロボロでしたし、時間はかかってるし、何より8章をクリアしてないし。別に順番通りじゃなくてもいいのよ。なんか気持ちが悪いんですよ。変なこだわりね。あ、遅くなった。ジャンプしようとしたら、スライディングが暴発してチーンです。それは残念ね。ちょっとだけいけるかと思ったのに。ということでここからが本番です。ハード7章、スタート。あれ、リプレイなんだ。はい。なのでフリーズがないんですよ。すみません。なぜ謝ったの？さて、7章をやる理由は、今までも何回か言っていると思いますが、道具でコルテが欲しいからです。優秀な装備なのよね。何より MP 回復速度が上がるのが、喉から手が出るほど欲しい効果なんです。実際出たら怖いけどね。もう何回かここをプレイしているのですが、一度クリアするの20分ほどかかるので、大変なんです。それは長いわね。RPG などのレベル上げと違い、アクションゲームの10分は長いし、集中力が切れそうになります。なんとなくわかるかも。せめて途中でポーズできれば、と、何回か思いつつのプレイです。疲れてるのね。はい、だいぶ。どちらにしても、マリアを強くしたいし、プレイし続けるしかないんですけどね。と、いけない。疲れてきてネガティブになってきてる。やってやるんだ、私はやりますよ。何よいきなり。ローブでコルテが出るまでは、絶対にやめませんよ。その調子よ。もう危ない。嘘？なんかうまくいかないなぁ。なんかリズムがおかしい。疲れてるからじゃない？そうかも。これ終わったら休憩しようかな。それがいいよ。個人的に、このゲームで一番怖いのが、ここなんです。そうなの。だってギロチンそのものですよ。しかもむき出しで。まあね。一歩間違えれば一刀両断。そんな隙間をヘッドスライディングですよ。そう考えると何の神経じゃないわね。そうでしょ。でもそれを言ったらここだって。ここまで来るともはややりすぎで、現実感がないからいいんです。何それ。うめき声を上げちゃった。ここのレバーを動かさなくてもいい。そういうアドバイスをいただきましたが、まだプレイには反映できてません。だいぶ後になるかと思いますが、いずれ試してみます。ウィングブーツのおかげよね。そうみたい。やはり靴は固定ですね。もっといいものもあるんでしょ。さらに速い靴が一つと、とあるキャラ専用の靴がいくつかあるみたい。へぇ。アルカードやマリアには、もう一段階速い靴がマックスです。じゃあそれを狙えば。まあいずれ狙いますが、ウィングブーツでも十分の性能なので、優先度は低いかな。そう？それよりも欲しいものがいっぱいあるので、そちらを先に狙っていきます。
ここはこんな感じで行けば安全。早くも慣れたね。案外落ちてこないものです。このルートにも慣れてきました。だいぶ早い気がするね。一番下に行かなくていいですからね。ポーズ決めてる。ここはやろうと決めてました。回復はどうしようかな。やっぱいいか。え、大丈夫。ピザが70回復なのでいいんじゃないかと思います。まあまあね。全回復しておけば気が楽ですが、どうせ大ダメージを受けますし、というかむしろ嫌いませんし、小さな誤差です。またフラグを立ててるし。お、鳩のダメージが2になってる。ほんとだ。これだけでもだいぶ違いますよ。まあね、少しはね。歌のダメージも上がってるわね。前プレイした時は確か11ダメージ、途中でレベルが上がって17ダメージでした。今は29ダメージだからだいぶ上がってる。全部当たれば7回ですから203ダメージになります。すごいじゃない。一度歌い切れば200ダメージ。これは大きいですね。 HP がどれほどあるんだろう。例えば4000あるとしたら約20回当てればいいということですよね。だいぶ現実的な回数になってきたね。ということで今回カウントしています。なるほどね。何回行くのかしら。なんとなく20回以上は歌ってると思います。早くも倍速になった。声が面白いのよね。 1.5 倍も面白いし、2倍、3倍になるとそれはそれで面白いです。まあね。ちゃんと7回当たるように歌うように心がけてはいるのですが、たまに危ない時にキャンセルしたり、ジャンプしてしまって当たらないなんてことも稀にあるので、回数とダメージは完全に一致しませんが、まあ大きくはない誤差だと思います。そうね。あと地味に鳩でも攻撃してるしね。ダメージにでもバカになりませんからね。ついに20回を超えました。ここからどこまで増えるのかよね。だいぶダメージは上がってますし、前ほど多くはないと思いますが、まだかな。もうだいぶ歌ってるね。あ、ダメージ受けてる。ちょっと油断しました。でも意地で回復はしてません。死んだら元も子もないのに。しかし強いな。お、遅くなった。ちょ、セリフを受け継がないで。しかも出てるし。そういうことです。そして回数は29回でした。HP は5800くらいってこと。多分そのあたりだと考えられますね。さて、第一目標をクリアしました。また引き続き強化していきますよ。ノクターン。また見てね、ノクターン。